茨城県立日立第一高等学校、附属中学校は、茨城県日立市若葉町三丁目にある県立、高等学校、中学校。2012年に附属中学校を併設、中高一貫教育が始まった。生徒の自主、自立の精神が尊重されている。1974年に制服が完全自由化されて、以来私服校である。スーパーサイエンスハイスクール。 スーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定されており、科学教育、国際教育に力を入れている。付属中学校は2012年度に生徒募集を開始した。高校のカリキュラムに合わせた教育が提供され、数学、英語においては、高校の内容の先取り学習を行っている。2年で、福島、ブリティッシュヒルズにおける国内語学研修、3年では、 修学旅行としてシンガポール語学研修が行われている。高校には普通科とサイエンス科があり、2年次になると成績等を考慮して各々選抜される。2019年度よりサイエンス科内に医学コースを設置して医学部進学希望者に対し、病院や大学等との連携による体験実習や講演会、予備校等と連携した面接、小論文指導を、 修熟度別指導等を実施している。部活動では、サッカー部は1957年に全国高等学校サッカー選手権大会準優勝、野球部は1985年に全国高等学校野球選手権大会出場、ラグビー部は1986年に茨城県内公式戦111連勝を達成するなどの実績を残した。 予備校なしでも生徒が勉学に打ち込める環境を考慮し、校内には冷暖防寒備の学習ホールが設置されている。s s h 指定校として、世界的に有名な科学者、技術者を招待し、毎年大規模な講演会を開催している。その多主な行事では、希望者制の英国、ロンドンへの模擬国連日本代表参加や米国、 サンフランシスコ方面への科学技術関係視察、また2年時には普通科は沖縄方面、サイエンス科はベトナムへの研修旅行が組まれている。毎年恒例のマラソン大会は、笠松運動公園周辺を約 15km の周回コースとして行う。文化祭である白亜祭は1961年に始まり、当時は1、2日目が文化祭、3日目が体育祭であった。 2002年から文化祭のみとなり、体育祭は2001年に分離されている。ありがとうございます。